頑張ってめちゃくちゃカレーに近づけばちゃんとカレーの匂いする。いやいやいや。まとめて取っとくます。うわ。めっちゃ割れます。割れたゴミ拾ってきた。廃校に来てます。温度か温度っすね。子供達怪我してないですよ、ね、踏んでる時に。靴はここ履きました。オッケー、大丈夫です。はい、少なかったんですね。もともと、はい、違う国に近くなりました。久しぶりに教室来たな。2ヶ月ぐらいかけて企画考えて500万かかってます。イストリーゲーム音楽室だ。滝蓮太郎や。いや、距離感もどうなん。でもイレギュラーもいますよね。めっちゃ近づく子もいれば、そう、長めにこうやっていているし、ちょっとゆっくりめに行って、ですぐそうスタスタスタってやる子も出てくる。俺が小屋でいつ止まるか分かんないよーって。歩け歩け、もうそろそろ落ちちゃおうかなーとか言って、ドタバタドタバタがある。じゃあ行きまーすとか言って、みんなバタ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 、いやまだやんないわー、おーいーみたいな。懐かしいね、音楽室とか。効果じゃない、昔はここに生徒がいたんだよ。で、さっきの職員室前に、ビルドカード探しをやる人たちがスタート地点としてて、はあ、あ、響くわ。校舎内はこれで聞こえてる。今日頼むよ、みんな。うんこ準備してきます。えぐー、ちょっと和式やぞ。うわ、無理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 。地獄。和式取れ、絶滅するべき。レイの動画見ながらうんこしてた。なんか、ましたずっとキャプテンのマイクの声は片耳に聞こえてるっていう状態にはしようかなと思って、ちょっと髪の毛とかできそうなら、こう前だなって。どこですか、タレちゃんは、一番、入ってる時に一番端っこに見てもらって、用意スタートってしたら、もう迷わず、1個取って、頑張って食べてほしいんですけど、普通のカレーですよ。妹やらせるかみたいな話に持ってったら、はい、いいね妹、まあ、僕が妹の話するけど、妹がうまいやつにしたらって言ったら、そうだねぐらいでいい。ここまで順調にやるじゃん、残ってるって。答え言えばキャプテンの声はずっと入ってるし、小声でそうするよ、そうするよ。ってアメリカに何か伝えたいときはちょっと小声で喋ったりとかはする。楽しむの忘れないね。楽しいの大前提だからね。OK。子役さんも来て、看護師も用意して、暑いからね、看護師も用意しました。そうなんだよね。子役がバレなきゃいいんだけどね。心配。でも大丈夫そう。大丈夫そうだよね。オッケー、鼻くそ大丈夫だよね。
づいちゃったね。実は一つだけ、一つだけ。アグリさん、お願いします。鍵をください。誰かの話だ。お願いします。お願いします。近づいた。ああ。なんか言い残すことないか。みんな絶対負けんなよ。誰が残るんだろうね。スピークレ君いい顔してるね。何すかって言われた。嫌いじゃない。トッキー君なんでんのね。彼らはまだ知らないけど、敗者復活戦があるから。脱落者が決まりました。さあ、今残ってるメンバーちょっと聞いてみましょう。お疲れ様です。まあちょっとメイキングというか、残ってる人みんなどうですか、この前半の関門を終えて。疲れました。疲れました。楽しかった。どうピルル、いやもうタイマーがめっちゃヒヤヒヤしてました。最初やばかったからね。あれやばかったですね。もうあそこでもう運命わかるからね。そこからもでもこのあれだね、イストのゲームもあんなやつも終えてここまで来ましたね。よかったです。まあ FNCS 行ったらセミファイナルみたいなところになってきました。どう後半に向けて勝ち残れる。余裕っす。余裕っす。まだまだ減るからね。言っとくけどね、安心感あるけどね。みんなライバルだから。ここで負けたらダメ。ちょっと緊張してる。いや、まだ慣れましたよ。なんだなんだ。おい、最初よりは。いいね。みんな表情で頑張ってください。はい。あの前なんですけど、僕は敗退者の方に寄り添ってたんですよね。すごかったです。もうなんかっていう人もいれば、いやちょっと悔しいなっていう謙虚な人もいましたし、まあ、あのヒロ君とかは結構ちょっともう涙込み上げてる部分もあったし、ヒュー君はもう座った瞬間カルピスドーン、もうすごかったです。悔しさにじみ出てたんですけど、エンターテイナーなんだ、キャプテン翔太。今から敗者復活戦があることを発表してあげます。今敗退者がみんなバスの中で悲しい雰囲気になってるので、敗者復活があるぞってびっくりさせます。ブルードカードだ。教えるか。
もうワンチャンスあるぞ。頑張って頑張って、リクまだあるよ、頑張って。いいかお前ら、ルールを知る。この学校の校舎の中に1枚リブートカードを隠した。そのリブートカードを先に見つけたのだ。復活だ。ではリブートカードを探し開始。キャプテン翔太、高いところに登っております。ハイグラ撮ってるあれ、キャプテンに一言一言たけーす、たけーす。まあ、キャプテンがどの辺に隠れるか問題もあるんですけど、やばいな、ジップラインめっちゃ怖いよ。普通に風で揺れるっていう。外ではこのサングラス買うんだ。前エピックに北海道の岩内に連れ出された時に買ったやつ、高いんだよ。だからこういうところで使わなきゃいけない。みんないいな、なんかもっとなんか骨のないやつ来るかなと思ったけど、みんなすごい、とてもいい。わざわざ来てくれたわけだからね、ちょっとキッズの面倒見てくんね、スタッフ一人足んねえって言ったら行きますみたいな、いいやつだよ。これ行きます。まあ、勢いよく行ける、行ける、ちょっと、一回その、大丈夫、こうだったね、ごめんね、無理させちゃった、ここで落ち着かせましょう、はい、落ち着かせましょう、ゆっくり、ゆっくりじゃん、水だけ、誰かついてあげてほしいですね、これ。確かに。おめでとうございます。ラリム23で始め、ここで脱落となり、あったら、あったらガッツやらないと思うよ。お前はまだチャンスをつかめるのか、それともうそこで終わりなのか。チャンスをやろう。Thank you.
くりやります。頑張ります。もう 走れないんだよねこれ。見つかったら終わり。誰が生き残んだろう。てかどこにいるかによって全然違う。あー殴れちゃんよかったよ。みんな本当は動揺してるな。長ちゃんがちょっと心配だな。あ、いいっすね。全然全然邪魔が明日に備えるっすね、うん、明日気をつけて帰ってください。ご飯サイゼリアですよ。ツバメの巣が、ひとまず、第一関門でちょっと惜しくもちょっと落ちてしまった子たちとご飯に来ております。サイゼリアに来ております。これなんかキャプテンマネーらしいですね。キャプテンマネーキャプテンマネーらしいです。キャプテンマネー一瞬ちらっと見えた携帯のホーム画面、ホーム画面一緒にしてる自分磨き、自分磨き結構自分内気なとこがあって、まず直したいっていうのと、なるほどね。で自分磨きした。でもこういうイベント出てるだけでもう変わってるよね。いいよ、アクティブ。なんかおかしいなっていうのなかった。おかしい参加者いなかった。キャリーされてなかったっすか。なんかキャリーされてなかった。なんかあのキャリーの時にキャプテンが全部最後食べたんですよ。確かにキャリーしたかわいそうだな。カレー全部食ってたね、うん、キャプテン。え、ちょっとその後わかんない。鍵は、鍵は分からん。鍵はでも、あ、なんか2つ見つけてた。あれもしかして俺2つ見つけてた。あれなんかたまたま、なんか1個だけ2つあるんだとか言い始めて。ちょっとどんな感じだったっけ、あの人は。どんな感じだった。やったか。やったか、あれそこうちやった。あの人イヤホンしてたんですよ。んイヤホンしてた。イヤホンしてた。どういうこと。なんでどういうこと。何それ。いや普通にずっとです。ずっとイヤホンしてた。あれね、仕掛け人です。あれ仕掛け人です。内通者。このオーディションをぶっ壊すために呼ばれたんだよ。キャプテンごちそうさまです。とりあえず僕の分の仕事は今日終わった。ちょっと喧嘩の種もね、ホテルの部屋に置いていって逃げてきました。ああ疲れ。ああ長かった。朝6時からまだ明日もあるから、もっとかき乱してもっとみんなの本質出して
もっとね、みんなの人間らしいところを俺が頑張って引き出さなきゃファンもつかないし、チームもね、チームのリーダーってそんな、はい動画作れましたで終わるような話じゃないから、考えつつやんなきゃね。僕のチームだからね、 100% の本気で向き合いたいから頑張るしかないね。明日はまだあるから、明日、あいつらは3人しか受かんないと思ってるけど、今2人だからね、本音、本心出せたらいいな。もう頑張ります。楽しみにしてください。では、じじ、ただいま。夜勤の撮影がちょっとやばいです。はい、2日目、最終関門、みんなお外にいる。かますか。おはようございます、よろしくお願いします。いや、なんだろうな、早く寝落ちとんだけどね、俺デビューに。向こう肉でーす。ロードでーす。このメイカでーす。リアムでーす。あるなー。あ、あ、福田、福田死ぬなって、たら死んで。でもキャプテンの頭の方が一丁鮮やかってよ。森より、森より、はい、二分の組多くね。順だよね。あれでも一番弱いっす。選手は誰が好き。選手はリアムさん。一番強いのは誰だろう。やっぱロードさんとかですかね。リアムさん、選手誰が一番好きですか。うっせえ。選手はザオです。一番強いディオ誰ですか。ディオはアルベド・レイニーズ。まずいって、いろいろまずい。レディーいよいよ始まるリアルフォートナイト。行ってくる。俺が出ることになった。ずっと嫌だ。デビアン弱っ。頑張ります。まだチャンスある。今からラストチャンス。ここまでよく来たよ。さ、このさ、ここら辺誰かいるかなって。いなかった。ここ絶対いなかったよ。ないじゃないの。さ、なんかさ、ドアあるじゃん。ドア閉めて誰かいるかなと思ったんだけどさ、誰もよかった。本当にロードさんどこにいたの。一番来るの。ここに。ああいう感じのやつ。今言ってくれなかったよ。では泣いても笑っても最後です。リアルフォートナイト延長戦スタート。競技の世界は残酷ですよね。いよいよ本当の最終巻も。えぐいな。エッチえぐいよ。エッチえぐいっすか。普通のチームでこんなことしない。腫れ方なんかプニプニしてんだよ。なんか俺は痛いわ。見えるこれ、プニプニしてんの。うっ血だかとかじゃない。もうこれなんか血まめっすね。汁出てる。これ感情入ってるよね。皆様一回外出ましょう。本当に頑張らんで、どうかよろしくお願いします。
OK! お疲れ、おめでとう。よし、 AJS か。お前らのエッジとしての最初の仕事だ。こいつらを潰すぞ。お前らもなんだ、俺らのこと呼び出して。キャプテンに騙されてサバゲーやるって言われたんですけど、逃げるしかできなかった。ちょっとこのままじゃ許せないっす。ボコボコにします。おい、言い返せよ。あいつは眼中ないな。うん、まあまあ、まあ、俺はまあキャプテンだけなんで。狙うのはキャプテン。でもまあキャプテンの下にいる2人も、まあ、キャプテンの下として、まあ、潰していきたいんだって思ってるけど。守れよ。まあルールは簡単だ。先に全滅したチームが負けだ。俺ら3人でもいいよな。撃たれたら手を挙げて帰れ。 OK? はい、分かった。じゃあ地獄だよ。前上げるよ。もうライト&ピークしよう。いいよ。バレるバレるバレる。右行ってた今なんか。右行ってためっちゃ。そっち。そこいるな、カード気をつけて。前上がるよ。すぐ出て2、3発って引くぞ。いくぞ、せーの。いいよ、上げ方いいよ。ダメだ、どこに飛んでるかわからん。まだ上がってるよ。あ、いたか。右からじゃね。右だ、固まれ固まれ。絶対こっち絶対こっち。いた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 。真ん中真ん中真ん中。いけ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 。そっとね。楽しかった、マジ楽しいね。負けたのか俺ら。俺打ったやつは誰だ。はい、自己紹介しろ。リアムです。リアム、次のデュオキャッシュ絶対ブリーフしろ。全員で行くぞ。俺も出る。覚えとけよお前。まあ今回俺らの負けだ。まあでも始まりにしてはいいんじゃない。こっから登り上がるだけだ。なんか言いたいことは。俺はちょっとさっきの鬼ごっこでちょっとイライラ溜まってたんで、ここでバシッと勝ててよかったなと思ってます。自分もまあさっきのかくれんぼ鬼ごっこで、まあ、痛い思いしたんでやり返してよかったなと思ってます。自分もかくれんぼの時自分はまあ借り返せたんでよかったっすね。誰かやっつけた。ロードさんです。フォーテントで一番前に、まあ、俺が尊敬してるプレイヤーなんで、まあ、よかったです。今尊敬なんていらない。はい、今は負けちゃったんですけど、今後勝てるように努力します。次フォートナイトであったらどうする。まあ倒します。初動かぶせよ。帰るぞ。お前らこの思い忘れんな。この悔しい思い忘れんな、はい、絶対やり返すぞ。自分だって。カメも顔出せてるなってから。でも仲良くしていきましょう。お願いします。これはただの気持ちが足りないだけど。どうした？分かった。はい。頑張ります。普段飛んでます。願い事で MVP だったらチームに入れるように
終わりましたね。いやー、この動画の MVP はタッキーなんじゃない？いや、タッキーのチャンネル登録してあげてください。みんなよろしくね。3人残って、で、本当は違うみたいな。で、なんか2人に絞られたんで、それが話し合いで決めろみたいな、3人でね。それで話し合って決めた。いや、なんか投票めっちゃ気まずかった。誰？ママ。あれだ、クランクアップってやつですか。うっす、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、詳しいっすね。最後なんか巻き方がちょっと確かに不利だった。そう、不利だったからしょうがないかなって今割り切ってるんですけど、とりあえず帰って練習しようかな。お疲れ様でした。言ってたんですよ、ずっと35だったから。言ってたんです。すごい興味がある。ありがとうございました。お疲れ様でした。あ、やはりちゃん。